佐々木道与、佐々木高氏、京国道与、京国高氏は、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけての武将、守護大名。若狭、大海、出雲、上佐、飛田、摂津守護。一般的に、佐々木佐渡邦が入道や佐々木道与の名で知られるが、後者の道与は法名であり、意味名は、孔子である。 鎌倉幕府創設の更進で、大海を本拠地とする佐々木氏一族の京国氏に生まれた、ことから、京国同様、または、京国高氏とも呼ばれる。はじめは、執権、北条高時に御昇番衆として使えるが、後に、五代醐天皇の臨時を受け、鎌倉幕府を倒すべく、兵を挙げた、足利高氏に従い、武士の指示を得られなかった。 五代醐天皇の権務の神聖から高氏と共に離れ、高氏の開いた室町幕府において、万度殺し筋や六カ国の守護を兼ねた。バサラと呼ばれる、南北朝時代の美意識を持つ、バーサラ大名として知られ、太平記には計りごとを巡らし権威を嘲笑し域に、振る舞う、ルるべ誉れの逸話を多く記している。はじめの主君である北条氏特捜家当主の北条。 高時より一時を受けて名乗った名前であり、同様にして名乗った、足利高氏と同名である。永仁四年、大江の児頭である佐々木氏の文家京国氏に生まれ、影二年に死んだ母方の王子である、佐々木定宗の後を継いで家督を継承する。昭和三年に、西門の城、元稿二年には、ケビー氏となる。ケビー氏の役目を務めて、 京都に滞在していたと考えられており、元行4年の五代醐天皇の行行に随行している。鎌倉幕府では、執権、北条高時に御層とも衆として使え、高時が出家した際には共に出家して、同褒まれと合した。元行元年に、五代五天皇が倒幕運動を起こし、刑を脱出して、笠木山に寄った、元行の乱では、幕府が編成した。 鎮圧軍二従軍。捕らえられた、五代五天皇は敗され、現行二年三月、愚部する、あの連氏千草忠明と共に、沖島へ入るされた際には、道舗まれが道中警護などを務めた。五代五帝を大きに送り出し帰京した後、五代五の長身で全県中納言の北畑愚行を、鎌倉へ護送する任に当たる。 しかし道中の大見国柏手で幕府より処刑せよとの命を受け、同年6月19日に愚行を処刑する。後代後入る後も、河内の楠の木正茂らは、反幕府活動を続けて、幕府軍と戦い、後代後も、沖を脱出して、法規国戦場山に立てこもった。現行3年3月、幕府北上氏は下野の足利高うじらを、戦場山討伐に派遣した。 しかし、講師は幕府に反旗を翻し、丹波国志野村で反転して、京都の六原丹大を攻略した。この時期のシルベホマレ自身の動向については一時資料が、なく、太平記や梅松論にも全く記述がないためよくわかっていない。これについて森シュゲル、森茂暁は、佐々木京極家記録の、佐ぬ丸亀京極家父に掲載された記事に、 鎌倉北上氏への反逆を決意した、足利高氏と、道穂丸が密約して、連携行動を取ったことを示す逸話や、大見国万馬塾が、道穂丸の所領であると記されていることから、講師に、六原丹大を落とされ、鎌倉へ退却する、北上中時の軍勢が、現行3年5月9日に、大見万馬塾で、山立ち、強盗、一社ども2000から3000人に阻まれ、 連ンゲで一族432人と共に自陣した、出来事の背後には、同歩まれが、主導的に関わっていた可能性が想定されると、している。なおこの時、黄厳天皇や花園上皇は捉えられ、同族の佐々木清隆は、中時と共に順次、佐々木四着流の六角時信は、太平記によると、同歩まれを介して、高氏に降伏している。 足利高氏、上野の新田吉定らの活躍で、鎌倉幕府は滅亡し、入教した、五代醐天皇により剣務の申請が開始されると、時信や縁や高さだら他の一族とともに、雑訴決断書の奉行人となる。高氏が、政権に参加せず、武士層の支持を集められなかった申請に対しては、各地で反乱が起こった。剣務2年には、信濃において、 高時の維持である、北条時行らを擁立した、中仙台の乱が起こり、高氏の弟の足利忠義が守る鎌倉を攻めて、占領した時行勢の討伐に向かう高氏に、しるべ誉れも従軍している。時行勢を駆逐して、鎌倉を奪還した高氏は、独自に恩賞の分配を行うなどの行動を、始め、 道う誉れも、上ズや相模の領地を与えられている。五代醐天皇は、鎌倉の高氏に対して、上洛を求めるが、新田義貞との対立などもありこれに従わず、ついには義貞に、高氏、忠義に対する追悼を命じた臨時が発せられる。しかし、県務政権に対して、武家政権を樹立することを躊躇する高氏に、しるべ誉れは、 積極的な反旗を進めていたともされる。剣武の乱では、足利方として、駿河国での手越し河原の戦いに参加するが、新田義貞に敗れ、弟の貞光らが戦死した。同余自身は義貞に降伏し、以降新田勢として従軍して、足利方と争うが、箱根、竹の下の戦いの最中に、新田軍を裏切り足利方に復帰。 この裏切りにより、新田軍は全軍崩壊し敗走した。同様を加えた足利方は、新田軍を追い、京都へ入り占拠するが、欧州から下った、北畠秋平に敗れた足利軍は、京都を追われ、兵庫から九州へと逃れた。この時、知るべホ誉れは、大海に滞在して、九州下校には従っていないともされる。九州から、再び登場した足利軍は、 港川の戦いで、神殿、楠木軍を撃破して、京都へ入り、比叡山に逃れた、五代醐天皇、吉定らと戦った。道穂まれは、東から援軍としてきた、品濃守護、小笠原定宗と共に、9月中旬から29日まで、補給路である、琵琶湖、大見国を封鎖する、比叡山包囲に当たっている。 やがて高氏の尽力で、光明天皇が即位して北朝が成立。高氏は、聖夷大将軍に任じられて、室町幕府を樹立し、五代醐天皇らは、吉野へ逃れて、南朝を成立させる。道穂まれは、若狭大海、出雲、かず飛騨、摂津の守護を歴任した。延元二年、建務四年、将楽寺に城を築き、以降没するまで本拠地とした。 広告元年、略王三年十月六日には、長男の秀綱と共に、白川妙法院門跡助正方神皇の御所を、焼き打ちし、山和修都が処罰を求めて豪訴すると、朝廷内部でもこれに同情して幕府に対して、道誉れを出わに、秀綱を道の国入るするように命じた。ところが、幕府では、朝廷の命令を拒絶、結果的にシルベホマレ不死は、 カズサに配イされる。この配イの行列は、若手数百人を従え道中宿所に着くたびに、形勢をもて遊び、さらには、比叡山の真珠である猿の皮を腰当てにするという、ありさまであり、道歩まれの山門への敵意、別詞のほどが伺える。羽下徳彦によれば、カズサは、兼務年間に高氏の出事高氏家が主語を務め、昌平年間に、 シるべホマれと共に流された秀綱なが主語を務めているが、道ほまれ入る気の主語については、記録に残っていない。このため、佐々木氏による、かず守主語の上限が、昭平年間以前であったことも考えられ、実は、ーホまレ夫子は、流刑と銘打って、自分の両国に返されただけであった可能性があるという。森茂げ赤月は三門に悩まされる、高氏。 忠義兄弟の暗黙の了解の下で、三門に大打撃を与えることを目的にした老跡であると推察しており、いずれにせよ、高氏兄弟には、同胞まれを罰するつもりなど妄頭なかったものと推察される。事実、翌年には、何事もなかったかのように幕政に復帰している。幕府においては、同胞まれは、引きつけ頭人、表情集や、 万所執事などの役職を務め、公家との交渉などを行っている。また、昭平三年、上和四年の四条縄手の戦いなど南朝との戦いにも従軍しているが、帰還途中に南朝に奇襲を受け、次男の秀宗が戦死している。室町幕府の政務は、当初もっぱら弟の忠義が主導したが、南朝との戦いにより、戦時体制を主導する。 孔諸直の誠意が高まり、忠義、諸直の関係の悪化や高氏の諸子地下冬への憎悪と、着南義明への偏愛等が複雑に絡み合い、昭平五年、官能元年からの官能年間には、官能の上乱と呼ばれる内部構想が発生する。道保まれは、当初諸直派であり、上乱が高氏と忠義の兄弟喧嘩に発展してからは、 高氏側に属したが、南朝に属し、高氏を撃破したただよ派が対等すると、翌昌平六年、関納二年七月二十八日、高氏、吉明夫子から、無本の疑いで、ハリマの赤松則助と共に討伐命令を受ける。これは陰謀であり、高氏は、同胞までを打つためと称して、京都から大見へ出兵、吉明はノリ討伐のためハリマへ出陣したが、 これは事実上京都を包囲する構えであり、不死で、京都に残った忠義を、東西から討ち取る手はずで、事態を悟った忠義は逃亡した。以後も高氏に従軍、高氏に南朝と和睦して、五村上天皇から忠義追悼の臨時を受ける、よう信言する。高氏がこれを受けた結果将兵一党が成立し、忠義は失脚、急世する。また、 12月1日には吉明から佐々木一族を軍事的に統率する権利を与えられた。これは総領の六角氏よりが官能の上乱で忠義に就いたがその後出家した事態に対応するため同歩までを総領閣にして佐々木氏をまとめる狙いがあった。ただし氏よりは後に復帰六角氏は以後も幕府から佐々木総領家として認められているため 一時的な対策だったと、される。将平一党は将平七年、文和元年に、北朝の黄金上皇皇明上皇須皇天皇らが、南朝に奪われて破綻すると、三月の八万の戦いで、吉明に従い南朝から京都を、奪還、六月に、公家の過重寺教権を通して交渉、後黄金天皇を擁立して、天皇の祖母、西恩寺安子に、 戦争の儀を行うよう説得して実現させ、北朝再建と将軍権力の強化に尽力する。しかし、山名時勇士、市議死岐不と所領問題で対立したため、翌昭平8年、文馬2年6月に時勇士と南朝の軍勢が京都を、陥落、京都から北へ落ち延びた、五光厳天皇と吉明を守って秀綱が、戦死している。 昌平13年、延文3年に、高氏が皇居した後は、二大将軍、吉明時代の政権において、万所執事などを務め、幕府内における守護大名の構想を調停した。この頃、同歩まれは、吉明の絶大な支持の元執事の任免権を、握り事実上の幕府の最高実力者として、君臨する。二期吉長と、 細川清氏の執事職をめぐる争いでは、清氏氏を支持し執事に据えるが、確執が発生すると清氏氏を、あっさりと廃止将軍震災の政治を復活させる。昌平17年、常時元年には、遠赤関係の元友好的な関係を築いた、柴高常を執事に推薦するが、将軍家と同等の価格であると自負する高常は、執事職への就任を拒んだ。 このため婿である高常の三男氏よりを推薦するが、高常はこれに対抗し合いする良い男、義行を推薦し、結果として義行が官僚に就任する。義行はこの時まだ十三歳であり、事実上高常が政権を取った。このように一時同歩まれは、高常の下風に立ち、京国佐々木家内の内紛から発生した三男の、高秀による、 過信筆頭の吉田岩岡区暗殺事件についても、高綱に付け込まれる。さらには高綱から任された五条橋の建築が遅延したため、高綱自身がこれを自分で素早く建築してしまうという出来事が発生し、同誉まれは高綱に面目を潰され、高綱との関係は決定的に悪化する。将楽寺の墓所そこでしるべ誉まれはまず高綱が、 将軍の屋敷で開催する花見に目をつけた。道歩れはその花見の日にぶつける形でゲニアで、盛大な花見の会を開いた。それは、京都中の芸能人が根こそぎ集められ、功がたかれ、世に類なき優と歌われるほどのものだった。こうして、高常に主返しをした道歩れは今度は、高常の応用としを図る。高常の高圧的な政治は、 守護僧の反発を招いており、同歩まれは、こうした守護を取りまとめると吉明に残言し、昭平21年、常時5年に高津は失脚した。また、南朝とのパイプを持ちは僕工商に尽力するも、成果を出せなかった。昭平22年、常時6年に幕府が、関東統治のために、鎌倉に設置した鎌倉久保を、足利元氏が即居すると、 鎌倉へ赴いて、元氏の子氏光への引き継ぎの事後処理を務める。同年に、シルベホマレの推薦を得た、細川頼之が官僚に就任。翌昭平23年、大安元年に、高秀が、出雲守護に就任していることから、隠居したと考えられている。文中2年、大安6年に、高羅荘小落楽寺にて即挙去年78。改名は、 昭楽寺伝特王道歩まれ。墓所は、京極市の菩提寺である、滋賀県米原市、清滝の特原院、滋賀県甲羅町の昭楽寺。道歩まれは、南北朝時代の社会的風潮であるバサラを、好んだとされる。古典、太平記においては、昭平17年、延文6年の都落ちや昭平21年、上時5年の大原野での花見の縁などに、 シルベホマレのカビで奇抜な行動が記されている。古典、太平記のこれらの記述には信憑性に疑問が残る点もあるが、バサラの思想や感性を伺える場面として捉えられている。また、文化面では、レンガ、田楽、猿楽、茶道、高堂、立花などに通じていた。このうちレンガでは、つくば衆を順直先州に格上げするよう力添えを行っており、 自身の作から81もの作品が日衆している。また、猿学では、観阿弥や世阿弥と交流があり、大和猿学の外語者であったとの説もある。幕政においても、公家との交渉を務めていることなどから文化的素養を持った人物であると考えられている。三門とは、妙法院焼き打ち事件に見られるように確執があったものの、 一方で三門の抹社である東山の祇園社との関係は深く、祇園社の宿舎である高橋屋を借り上げ自身の宿舎とするほどだった。南朝の攻撃を受け、美濃にまで落ちた吉明が京都に復帰した際には、この高橋屋を宿舎としており、四条京国の屋敷よりもむしろ高橋屋を本拠としていた様子が伺える。所領においては運送の拠点となるような地域を望む。 ことが多く、前述の高橋屋が所在したのは、京都の商業地域であり、流通や商業にも深い関心があったことが伺える。また、北条中時を包囲した五辻宮による、悪党、山の民、信せりの集団には、同誉まれの講演、もしくは主導的な関わりがあったと考えられており、こうした集団とも関わりを持っていた。以上のように同与は、 所領からの収入をもとに生計を立てるというような一般的な武士からは遠く離れた経済生活を送っていた。三男の高秀が描かせたと言われる発体の肖像画が滋賀県甲羅町の小楽寺にあり、現在は京都国立博物館に保管されている。青野原の戦い後の援軍で排水の陣を日本で初めて用いた武将としても知られる。ただし、 同与が、排水の字を進言したのは、軍機物、太平記の表現であって、史実として、実際に、同与が、排水の陣を意識したかどうかは不明。詳細は、成形の戦い、日本への影響。ありがとうございます。